やろう。やっていこう。シェンムーのパート33です。シェンムーのパート33やっていきます。スタートファイルだ。日時とかこんなんなってるけど、実は日付はあまり当てにならない。日付と時間は。なんか時々ね。時々あれだ。ドリームキャストのなんか内部電池が切れて変わってたりするから、なんか適当に日付だけ合わせたり、その月だけ合わせたりして、おっと、あれ？いきなりこんな緊迫した場面。ちょっと待って、ゲームモードにさせて。何言ってるかわからん。まだチケット受け取ってないんだ。フィリピン行きのチケットならここに。フィリピン。こんなものもらったって。夜逃げしようと用意してたんです。この通り、うちは不渡りを出して倒産。不渡り。もうどことも取引できないんです。ふざけるな。あの男は何者だ。よく知りません。でもマッドエンジェルスの仲間らしいです。マッドエンジェルスの仲間らしいですということだけしかわからない人にそいつらどこにいる。言えません。奴らに殺される。いえ、港です。ボスは誰だ。知りません。でも奴らは港の労働者を仕切っています。港で働けば会えます。なぜだ。死に入りには必ずご挨拶があるそうですから。港か。え、そんなんで許すの。そんなんで許すの。時代なのか。こんなん完全にやるじゃん。通報というか詐欺じゃん。お金だけぶん取られてるのに港かで許し、港行くのか。はい、どうも。ディスクのね、3を、ディスクの3から始めておりますよ。ね、ああいう入り方したのはディスクの3からっていうのを印象づけるためなんですね。いきなり港に行けば、その、払ったお金とか、どうすればいいんですかね、払ったお金とか。早速、閉店。かわいらしいフォントで書いてあるもの。どうすんの。とりあえず港に行くの。おもむろに始めちゃっております。もう、どうもアザラシですとか、そういうのも、挟み忘れっていうかね、挟み忘れちゃった。前回の動画をね、見てくれた方はね、これがディスク2で、路上でね、ジミーを取り押さえた後からの入りっていう風にわかるんだろうか、なんか。結構すっ飛ばしたよね。あ、骨董屋の娘。ディスク3になったから何が変わるか。まず帰ることあるか。今ね、用があって、急いでるから。じゃあ、気をつけて。そうじゃねえ。変えるべきことだ、まず。設定で、このシェンムーモードを、とにかくシェンムーモードをこのゲームモードにしないと。テンポも悪いし、喋りだけじゃ、下にやっぱ字幕が欲しい。こういうふうにな。こういうふうにこれで。約束があるの。約束があるんですか。そうですか。そうですか。タバコ屋のおばあさんに話を聞けよ。タバコ屋のおばあさんに。はい。違う。いや、もう入れたし。俺はおばあさんに話しかけないだけだったのに。もういいや、時報聞こう、時報。1。5。110番かけたらどうなんだろう。ちょっと試してみよう。おまわりさん。詐欺に遭いました。香港行きのチケットを払ったのに、代表払ったのにチケットをなんかよくわからん。警察を頼っても仕方がない。そこは警察に頼りましょう。今更っていうか、そのね、詐欺に遭ったんだ。警察を頼りましょう。おばちゃん。ああ、りょうちゃん。いつも元気で何よりだね。ええ。それじゃあ。それじゃなくて、このあれか、タウンワークじゃねえ、なんつうんだっけ、家をもう、なんていうんだっけ、タウンページだったかな。最近あんまりこのタウンページもね、これに目が行きたいんだけど、行かないね。まだかよ。あれだ、119に電話かけよう。救急に電話かけよう、救急に、救急車に。消防車に電話かけよう。消防署に。
こんなことしたって仕方がない。これ10円戻ってきてんのか、 何がお金が動いてんのか、もう払ってたのになと思ってた。とりあえず港に行きゃいいんだろ。待ってみよう。来た、ほい、ほらステイ、チリンチリン。おもむろになんかこう、おもむろになんか実況始めちゃってるな。おもむろにどうも、もう一回言ってる。とりあえずこのシェンムーはちゃんと終わらせよう。うん、あの焼きつくの動画も上げていたのだけれどもね、まあ、カープ負けちゃったしな。どこを区切りにするか今悩んでるところだね。シェンムーを2日に1回上げて、2日に上げてるその途中ぐらいに焼きつくを挟むつもりだったんだけど、まあ、案外そんな風なペースって守れないものだ。自分には守れないね。持ってるのを上げるだけ。というか、あのストックが尽きちゃってね、焼きつくの方もシェンムーの方もストックが尽きてしまって、やむなくディスク2でとりあえず置いてたけれども、すいません、あげようかどうしようか悩んでるところだ。あげてたけど、この辺でバイトできるところすいませんか。ディスク2まで取ってみたいな気持ちだったんだけどね。それとも運送ですか、うん、どちらでも構いません。じゃあ事務所を訪ねてみたら。事務所を訪ねてみたら。事務所、事務所、ここには警備会社も貿易会社も事務所を出してるんで。わかりました、行ってみます、うん、あーもうなんかもう普通に働いてみる流れになってるな。すいません、すいません。何ですか、どこで働けるんですか。港の会社で求人取ってるところを知ってますか。バイトか、バイトか。それなら監督に会ってみろよ。監督、その方って原さん。12番倉庫あたりに。監督といえば原という風潮。保証はできねえけど行ってみなよ。わかりました。年季が入ったベテラン、ベテランのしゃべりだな。ちょっと待って、まあ確かあの弁当屋さんのまず人に話しかけよう。知り合いはあそこと、あとあのトムしかいない。なんか何か言おうとしたな。あ、そうだ。え？忘れたな。なんだろう。あの、最近コンスタントに動画を上げてたんだけど、これはもう取って出しだね。取りだめしてない分、取りと、そのストックが尽きてしまってっていう話だった。久坂さん。そうそうそう。久坂さんに話しかけ。この辺りで、ここで働かせてもらったら、ここのその久坂さんをもしかしたらあれか。知りませんか。あの、そうね、なんたらマッドエンジェルスじゃないか。私にはわからないから。直接聞いてみたら、この辺りで作業してらっしゃる方に。そうですね、聞いてみます。聞いてみたよ、もうすでに。見かじめるようじゃないけど、そういうふうな話、そういうふうなあの焼き入れられたりしたんだろうか。従業員の人、あのごめんね、後でな。クールクールクール。すいません、すいません、聞きたいことがあるんですが。巡回中なんで後にしてもらえるかな。はい。何の情報も得られてないってことか。この状況でどっか確信に迫るのは危険かな。お、こいつは、ん？どこかバイトを募集してないかな。なんか見た子、見た子。さあな、勝手に探せば。ほんと勝手に探せば。フォークリフトの人が、なんかさっきのハゲじゃねえか。さっきのハゲてるじゃないか。8番、こういう警備の人はどうなの。すいません、暇じゃない。すいません、危険ですの。はいはい、しょんぼり。あの、はあ、お、この辺でアルバイトですか。俺もバイトだけど、うちの事務所はもう募集し。そうですか、そうですか。こんなところで飯を。しかし飯はうまそうだ。飯自体は。うまないけどさ、昼休みなんだからゆっくりさせてくれよ。昼休みぐらいなんか事務所の中でゆっくり食えばいいんじゃないか。そんな寒空の下食わなくても、食わんくても。でも今昼休みの時間帯なんだね。それ忠実。フォークリフトの人、ちょっとあんたじゃねえよ、バイトさ、あんたじゃねえよ。探せ。このリーマンは、あの
社長っぽい、いかにも社長っぽい。ゆっくりしてる時間ない。そうか、この人つけていったらなんか事務所に連れて行ってくれる。まあないか。よし、とりあえずトムに話つけてみようか。なんか仕事してるね。もしもし。すいません。何？バイトを探してるんですが。どうしま？18です。18です。学校は？高3です。高3です。冬休みにちょこっと稼ごうってか。うちはそんなに甘くねえぞ。ちゃんと学校出てから出直してこい。わかりました。正論。ど正論で返された。何です？アルバイトを探してる。僕に聞かれても僕もアルバイトなんで、円高不況ってやつで。円高不況。いつクビになるか。そうですか。うわ。この人あれじゃね？なんか外人さんじゃない？Sorry. 今ちょっと急いでる。言うほど急いでるに見えんか。何が見えるんだろう。もう行こう。これアジイチの。ちょっと待って。アジイチのじゃないな。誰あんた。すいません。そっちじゃない。後に。そうですか。こっち。ダメだ、話しかけられない。うわあ。無意に時間が過ぎていく。ひたすらこの港を歩き回ってるだけだな。この人は？ちょっと休憩中の OL か。だけど。今ちょっと時間ないの。はあ、で返すな。なんだ？お邪魔して。今のところヒントがあったの12番倉庫って言ってくれたあのハゲの人だけが。この辺でバイトができないかな。できないかな。この辺でバイトできそう。だったらトムのところでバイトするね。そうだな。いや、できれば。なんでって感じだ。トムのフレンドの船は。そうか。惜しかった。こういう他にできそう。喋りは飛ばさん方がいいから。Sorry。I don't know ね。わかった。ありがとう。ああいう喋り飛ばさん方がいいかな。聞きたい人もいるのだろうかもしれない。そんなに急いでないな。はい、この辺でバイトできそうなところ。NPC の中でも有名キャラみたいなところは。ガードマンとかなんかあるかも。それ以外は。港はトムの方が詳しいから、あとはトムが知らなければわからないわ。そうですか。そうですか。しかしトムも知らねえって言ってたんだが。もう12番倉庫しかないかな。絵描きのお姉さん、何かバイトできるような港で働く方法を探してるんですが、ちょっと分かりませんね。他で聞いてみてください。そうですか。個人的なあれだけど、こういう風な格好の人の方がいいよね。おすげえ、アバンギャルドな格好してる。アバンギャルドって何？すいません。ホームレスっぽいおじいさんに働きはどうすれば、バイトはどうすればいいかと聞いてみる。お主、わしが働いてるように見えるか？見え。聞く相手を間違えとると言っとるんだ。バイトなら事務所か。遠近か。作業員にでも聞けばよかろう。顎の上におじいさんが乗ってるみたいな。おじいさんの首だけが乗ってるみたいな。そうですね。わかりました。謎。よし、事務所があるのはここら辺か。休憩所はないな。ここ事務所じゃなかった？そういや。ここ。食堂か。食堂にはないか。割と八方塞がり。食堂で聞いてみるか、まずは。事務所ってどこだっけ？そんなんあったっけ？イベントもなく、時間が進行している。でも開幕イベントがあったから、まあ。開幕イベントらしいイベントだったか。地図を見よう。チーズ。アルファ貿易の事務所と加納物産の事務所が向こう側にあるな。あそこに行くのが定石か。ちょっと出たら行ってみよう。お、見たことない人。
なんだい？港でバイトしたいんですが、誰に聞いたらいいですか？バイトか。監督もいらねえって言ってたしな。他当たってくんねえか。原さん。わかりました。じゃあ食堂で働こうっていうのはどうだい？すいません。はい。食堂のおばちゃん。アルバイトさせてもらえませんか？港の仕事がきついのかい？まだ。いえ。仕事がないのかい？ええ。なんとかしてあげたいけど、おばさんも雇われの身だからね。ほんまよ。アルバイト。聞くだけ無駄ってもんよ。お兄ちゃん力ありそうだから、きっとどっか雇ってくれるよ。おばさんも力ありそうだな。応援してるよ。ありがとうございます。女の人っていつ自分がおばさんだと気づくんだろうな。ゆで卵50円。海軍カレー、チャーハン、B ランチ、A ランチ、おうどん、おそば、中華そば。これ食えたらいいのにな。残念だぜ。残念だぜ。じゃあ行こう。方向性、方向は決まっている。どこに行きたいかはもう分かっている。でも時間が微妙ですね。16分なんでね。あと4分ほどしたら、切ろうかな。ゆで卵50円だけど、気になるね。なんか動画の切れ目みたいなのが、ちょっと見つけられずにいる。事務所に、誰この人？見たことねえ。誰？誰？港で働く方法を探してるんですが。そう言われても、綺麗どころがなんか他で聞いてみてください。この辺もなんか名前とかあるキャラだったりするの。胸引かれるとこだった。引かれたら面白いよな。引かれてダメージを負ってみたいなのあってもいいと思う。ここですね。なんか事務所が、あれ、こっちじゃないな。こっちか。タッ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 。あれ違う。俺地図で見る限りこの辺だったんだけど、ここら辺だ。ここかな。あれ、ちょっと待って。12番とか行くのは何だったんだ。12番倉庫どう残るって言ってたよな。どっちを信じるべきだろう。地図だけで見たこのアルファ貿易とかのところと12番倉庫と、まあとりあえずアルファ貿易に行ってみよう。ガチャに入れた。近くにいるから事務所入れた。勝手に入っていいのか。勝手に。社員以外入室禁止。そもそもじゃない？そもそもというところではない？なんかここで A ボタンが出るんだろう。すいません。何か？こちらでバイトさせてもらえないでしょうか？すみません。今募集してないんです。そうですか。どこかバイトを募集してるところ知りませんか？知りませんか。さあ、知りませんね。そうですか。とか言ってる。ふい、もうないし、手明かりなし。アルファ貿易じゃダメか。咳払いしちゃいかんよ。マイクの前で咳払いしたら。聞いてる人がびっくりしちゃう。なんかもう、喋りの方向は定まらんまま喋っとるな。だらだらっと喋ってるね。これがアルファ貿易でしょ。アルファ貿易となんたら物産がここにあった気がするんだけど。あれ？ちょっと待って、もう一回地図見るね。もう一回地図を見る。ここに地図があった。よし。ピシッ。可能物産がアルファ貿易の横にあるんだけど、それはどうやらあんまり関係なしか。湾口休憩所とかも分かんない。入れない気がするし。おり？ヒントついてたぞ。可能物産なし。ここら辺に可能物産があるんだけど。
空を見る。よし、じゃあここまでだ。これじゃあまあ次ちょっと一旦ここで切ります。ほなまた。